どうも、トモヤンテニスチャンネルトメンです。MJ です。はい、今回もピックルボールをやっていきたいと思います。じゃん。はい。まあこの前はね、ダブルス。はい。はい、ヨネックスさんの。ヨネックスの精鋭部隊と。はい。はい、ピックル部隊と試合をしまして、はい、なんとか勝利しましたので、はい、次はね、どっちが強いのかっていうのを決めたいと思いますので。シングルスですね。シングルスです。はい。はい、僕は赤色 V コアを使わせてもらいます。僕は E ゾーンの方。はい。まあ、あのシングルスをしながらこのラケットの特性があるみたいなので、うん、あのしなりがあったりとかよく飛ぶとかあるみたいなんで、うん、あの試合の途中でちょっとラケット交換したりとかしながら、はい、ラケットの特徴もご説明しようかなと思います。はい、はい、あのガチでレビューしようと思います。はいレビュープラス試合そう、はい、ということでよろしくお願いします。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、始まりました。よろしくお願いします、はい、ピックルボールということでシングルスですね。ですね、はい、いやこれはもうやっておかないとね。まあ、そうですね、はい、どっちがピックル強いのかねえ思ってやったんですけど、はい、まあまあ前はねダブルスをそうですね、はい、うん、させてもらいまして、まあ、シングルスなんで、うん、僕めっちゃ自信あるんですよ。あー、まあサーバーのボレーですからね。いや、正直ね、はい、やってる時に、はい、テニスよりなんか遅ないって思いませんでした。まあそれはそうですよね。でしょ、うん、テニスの方も早いし、うん、楽勝じゃないの。で単純に前に出たら何はと守る範囲が狭いじゃないですか。そう、単純に手伸ばせば届きそうみたいな。そうなんですよ、僕からするとね、うん、なんかいつもの感じでやると全部取れるんですけどみたいな、うん、感覚でいたのに、ただ、はい、前に詰めれないんですよ。そう、そう、グッとね、やっぱテニスは打ってから相手が打つときにグッと詰めるからこそ手が出るじゃないですか。ピックルはそのボレーしてはいけないゾーンがあるんで、ありますね、前に詰めれないんですよ、うん、だから結構抜きやすかったですね。やっぱり、うん、MJ パッシングめっめっちゃうまい、これびっくりするぐらい。なんかやたら抜けましたね。ですよね、僕前からやめましたもん、確かうますぎて。ただ僕見てもらったらあかんですけど、ストレートは結構抜いてるんですけど、うん、ショートクロスは難しかった。なんかショートクロスね、うん、これなんかすごい重要らしいですね、うん、なんか後ろからストロークでショートクロスは回転をかけるっていうイメージがあるから、うん、なんかちょっと回転かけようとしたら飛ばないし、うん、難しかったですね。まあ、ちょっと練習いりますね、ショートクロスは。確かに、うん、もう僕は小細工も何もできなかったっすね難しかったっすね、そこは。でも僕らほんまに初めてやったじゃないですか。ほんま初めてでした。結構うまいと思いますよ。いや、分からへんわそう、分からんけど。いや、僕ね、ちょっとちょろっと動画見てきたんですよ、はいはいはい、横浜のピックルサークルを見てきたんですけど、はいはい、いけんじゃないみたいな思ってますよちょっとすいません思うんですけど、まあ、やれば意外と。まあまあまあ、そうですね。ただ僕もたまにな、なんかこう、なんていうんですかね、動画出てきたりとか見たりするんですけど、はいはい、まあ、やっぱアメリカで大人気なわけじゃないですか、はい、そうですね、アメリカのなんか試合とか、はい、ジャックソックとかもやってるわけですよ。やってましたね、うん、そういうの見たら、めっちゃうまいなってなるっすね。そうですね、レベル高っていうの、うん、ほんまにテニスの小さい版やってるみたいな感じですよね。これでもテニス得意な人ほどそら得意だと思いますよ、これ、うんうん、でもなんか、まあ、ヨネックスの、方と話した時にも、うん、なんかテニスから来る人だけじゃなくて、うん、卓球から来る人もいるみたいで。なるほど。そう、卓球の人とかは卓球の持ち方、はいはいはい、で普通めっちゃうまい言うてました、ね、シェイクハンドでしょ。そう、なんかペングリップとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、うん、みたいですね。へだからまあテニスだけじゃない、ね、層もいるからやっぱ人口多いんかなと思いますけどね。うんうんうん、うん、そやね。でもまあこれでもシングルもダブルもやりましたけど、うん、ダブルスの方が好きかな。まあまあまあ面白いですね、うんうん、シングルスはなんかまだちょっとようわからんみたいな。そうですね、そのやっぱりところどころ後ろで戦おうとしちゃう、はい、ところが出てきちゃうんで、うんうんうん、それやったら勝てへんなと思うし。いや、なんせね、うん、まあ、ダブルスをさせてもらった時に、はい、結構前に落として、うん、まあ、ちょんちょんやるっていうか、うん、パワー系ではあんまやらないんですみたいな感じやったやん、うん、パワーやないか俺ら、うん、いやいや、もう間違いないです間違いないこれでも
シングルスはもうあえて前でちょんちょした方がいいのかねえ、どうなんすかね、ボレボレに持っていくべきなのか、そう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 、ボレストで戦わないといけないのか、うん、っていうのが、うん、もうそれは一番ボレストにはなってると思うんですけど、まあまあまあそうですね、うん、まあでもなんかミスらすっていうのが結構難しいというか、うん、あそうっすね、うん、なんか前でできたパッシングとかでしか無理なんで、うん、もうボレーボレーにした方がいいんかなと思いますけど、そうですね、うん、でも一つ言えるのは、はい、もうちょっと確かに僕ら緩急を使って戦ってもよかったかもしれないですね、そうですね、確かになんか一定でずっと、うん、まあ、初めてやし楽しんでたやと思うんですよ、うん、確かに確かに、うん、もっとなんかゆっくりなボール入れて、うん、ってかやるとなんか展開も変わったのかなと思うんですけど、でもなんか海外の動画とか見たら両手ばっかりの人普通に両手で打ってたりしたんで、両手？そういやなんか両手？両手で打てたりしたんで、はい、僕もそうした方がいいんかなと思って。両手ってどこ握んのこれ？分からへんけど。握るとこある？分からへんけどなんか、うん、なんか卓球の感覚に近かったっすけどね、僕はどっちかというと、うん、うん、僕は非常にグリップチェンジってないじゃないですか。ないっすね。うん、だからなんか僕片手バックは逆になんか変な感じでしたけどね。ああ、そうっすね、うん。確かに。なんか手の甲からこう入っていく感じがやっぱ強いじゃないですか。そうっすね。いやこれやっぱスライスとか使えるようになりたいな。そうですね、スライススピンをうまいこと使えれるようになったら、うん、だいぶレベル上がると思うんですけど。えスピンとかあんのこれ。いや分からんすけどねいや分からんすけど、うん、それこそショートクロス打てるようになったりとか、あそうかそうかそうか、そういうの、うん、うん、だいぶレベル上がると思うんですけど、ね、でもこれ練習あるのみやと思うで、これ当然ハードとかこれ硬いとこでしかやらへん。どうなんですかね、でも線があればみたいな、あなるほど、広さがあればみたいな感じじゃないですか。そういうことか、はい、はい、まあ、ピックルボール、はい、シングルスはちょっと僕気合入ってたんですけど、 MJ のピッチということで、ちょっと得意でしたね、得意でしたねマッシュかと思います。ちょっと聞いて、はい、まさかでした。はい、まあ機会があればまたやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回 MJ が勝ちということで、ありがとうございます。はい、いやーなんせね、ちょっと途中で僕ラケット変えたが多分合わへんかったかな。いやいや、そんなんこれは一緒っすから、条件僕の中では V コアめっちゃ打ちやすかったんですけど、めっちゃコントロールしやすくないですかこれ。あ、確かに僕もラケット変えて V コアになった時に、うっ、えっ打ちずって思ったんですけど、はい、なんか僕両方良さ感じましたけどね、うん、Eゾーンは結構まっすぐこうパンって飛んでくれる、うんうんうん、こうパンと弾いてくれるとか、こうまっすぐなボール打ちやすかったから、うん、序盤結構パッシング抜いたりとか結構しやすかったかなと思います。ボレーもまっすぐ打つのがしやすかったかなと思ったし、 V コアはなんかコントロールしやすかったし、なんか受けてる側としては V コアの時の方が球がなんかこう滑っているような感じがしました。あ、なんとなくなんかね、回転かけやすいらしい、うん、V コア、やっぱそんな感じしました。ありますね、うん、僕多分ね、Eゾーンね、この飛ぶ飛ぶと言われすぎて多分ね抑えちゃったんでしょうね。あ、なるほど。実際のテニスでもそうじゃないですか、うん、Eゾーンって、まあ、飛ぶ方のラインやから、うん、なんかこう抑えて低く打ってネットとかちょっとしちゃってたんで、結構思い切りいくとなんかこうスッとちゃんと振ればかなりいいボールいってたんかなって終わってから反省です。ピックルボール何が難しいって、そのネットしないようにするんですけど、うん、かといってパーンって打ったら意外とアウトしたりたまにするんで、そうなんです、そこの調整が難しい。そう、うん、なんかラケットどうこうじゃなかったかもしれないですね。なんかバーンって言って、え、あ、これ入るんやみたいなのが結構いいボール行ったりとかするんで、そうですね、まだちょっと慣れてない部分はあるんですけど、そうですね、はい、でもなんかなんとなく違いはラケット分かったんでですね、うん、コントロール回転と飛び、まあまっすぐこう、うん、スピードボールみたいな感覚かな、ね、はい、うん、まあこんな感じでピックボールね、はい、ちょっとさせてもらいましたけど、ダブルスもシングルスもしましたが、はい、結構面白かったんで、そうですね、また何か企画であれば、うん、僕は V コアでいいゾーンで、はい、戦いたいと思います、はいはい、じゃあありがとうございました。